さんこんにちは。今日は初めて1時っていう時間に配信してみました。なんで1時かは適当です。別に深い意味も何もございません。こんにちは。天気めっちゃいいね。暑いぐらい本当に適当かい。適当です。適当に1時にしてみた。そう、これ見て、このピン、このピンね、あのお母さんが買ってくれたピンなんですけど、見えますか？星となんかキラキラってなってるやつ。そう、前髪をねちょっと今で何あの減らしてるから、その分止めたくて止めました。で、あの一つ結びポニーテールにしてみました。あれ、さっきさメール電話行ったんだけどさ、そう朝活してきたのね。そう、お姉ちゃんと歩いたり走ったりしてきたから、もう髪の毛がボサボサになっちゃって、だからね下ろそうかとも思ったんだけど、ちょっとねさすがにね下ろすにはボサボサすぎたから、もうこの際一つに結ぼうと思って一つに結んじゃいました。ちょっと前髪もねなんか巻きが取れかけてるんですけど、まあ気にしないでください。久しぶりに結構歩いて、何歩歩いたんだろう、分かんないけど、あの散歩はねいいと思いますよ皆さん。もちろん私もマスクをいっぱいしてきました。いっぱいマスクしてきました。かわいい、ありがとうございます。よろしく、ありがとうございます。あ、仕事中なので来られてさらば、お仕事頑張ってください。何キロ走ったの？走ったのはねちょっとだけなんだけど、基本は歩いてました。どれくらいだろう、あとで歩数見たく。ちゃんとマスクして日焼けもしたくないから、あの日傘さしてサングラスかけてた普通に変人だよね。普通に変な人、マスクしてサングラスもかけてたから。そう、天気良かったからちょっと最近ね悪い日が続いてたから、本当に良くなって良かった。じゃあそう、日差しが強すぎてもう眩しかったから、サングラスをせざるを得なくて一回外出て取りに行きましたやばくない？マスクしてサングラスして日傘差してましたセレブの散歩、ただただ日焼けしたくない人の散歩です。日焼けしたくないけど、外には歩きたいから。最近本当に運動不足すぎて、昨日とかも多分何歩歩いたんだろうみたいな感じだったので。ハートありがとうございます。ハート型のサングラス、普通のサングラスです。持ってくればよかったね、出てきちゃった。ハートありがとうございます。そう、もう紫外線めちゃめちゃ強いかな。どうしても焼けたくない人なので万全でしたね。でもすごい気持ちよかったです。外歩いて、久しぶりに歩いたけどいいですね。朝活ハマりそうハマりそうなぐらい朝散歩するのめっちゃ楽しいなって思いました。なんかおばあちゃんみたいなね、おばあちゃんの趣味みたいな。日傘はいつでも持ち歩く。日傘めっちゃ持ち歩いてます。常に。そう。どんな時でもね、刺してる。本当ありがとうございます。そう、生活リズム改善に本当に。今日は9時に起きました。9時に起きた。
こんにちは。えらいじゃんって。えらかった。なんかやろうって決めて、昨日から決めてたので、昨日から、そうだからね、こんにちは。いちゃんは太陽の光浴びてはいけない、浴びてはいけないわけじゃないですけど、むしろ浴びた方がいいですよ、人間は。浴びましたよちゃんと。でも日焼けはしたくないので、日焼け対策はバッチリしていきました。そう、お姉ちゃんも起こしました。起こして無理やり伝えてったけど、うん、朝活本当に楽しいから、おすすめ。またやる、またやりたいなって思います。ありがとうございます。ドラキュラか本当だね、ドラキュラってあれなんだよね、日光苦手なんだよね。なんでだろう、暗いところが好きなのか。はじめまして、はじめまして。散歩帰りもちろんアイス購入したのに、アイスは買ってないよ。アイスは買っ、あのあれ、後でちょっとなんか買い物気がてら買いたいなとは頭の中で考えてるおやつ何にしよっかなって考えてます。お昼配信もなかなかいいね。いいよね、私もお昼配信好きです。外がなんか明るいから、蒙古タンメンを買った、まだ買ってない、セブン行けてなくて、セブン行ってきます。久しぶりに来ました、来ました、ありがとうございます。髪型かわいい、ありがとう。ポニーテールです。あ、何の T シャツ、これ見てください、見てててて、見える、アディダスアディダスです。アディダスの T シャツです。もうこれだいぶ前のだからね、結構ヨレヨレなんですけど、ちょっと暑くて暑くて暑くて、特にこの部屋はめちゃめちゃ暑いので、これぐらいの薄着がちょうどいいですね。プーマじゃないよ、アディダスだよ。今更ながら着てみた、ありがとうございます。アディダス、うん、アディダスです。初めて買ってもらったアディダス、あのアディダスが欲しすぎて、なんかすごいねだって買ってもらった覚えがありますね。結構覚えてる、これもう結構ヨレヨレなんです、これだから部屋着、部屋着として着てる。アディダス好きなの、アディダス、うん、何でも好きです。プーマでも好きだし、うん、何でも好き、そんなこだわりはないですね、あんまり。スポーツブランドもわからないからそう、かわいいやつ、デザインがかわいいので好きです。これはアディダスとプーマは兄弟だよ。兄弟なの、兄弟会社、
スニーカーもアディダス。スニーカーはスケッチャーズです。私はおばあちゃんに買ってもらったんですけど、すっごいお気に入りでめっちゃ履いてます。スケッチャーズだよね多分。創業者が兄弟なんだ。あーなるほどね。あなるほど、兄弟では別々のスポーツ会社ってことか。なるほど、豆知識。ナイキもいいよね。エイジャスの創業者はアディダスラ。アディダスラでよかったんじゃないかな。アディダスラは嫌だったのかな。アディダスラよかった。ナイキ派です。ナイキ派か。ナイキ、ナイキ、ナイキもあんま持ってないかも。今日は1時間です。1時間配信します。スケッチャーズ SKE から始まるから、意識とか SKE から始まる、 SKE から始まる、なんだニューバランス。あニューバランス派多い。でもニューバランスの靴の子って結構多いよね。あそういうことね。スケッチャーズ SK。 なるほどなるほど。でも私はあれ、レッスンの靴はアディダスです。うんアディダス。でもね、なんか結構私ずっとそのアディダスの靴は前からそのジム行ってた時から使ってたので、そう使ってたのでごめんなさい。そうだから結構なんかそこの方が結構削れてきちゃったんですよ。だからね、前欲しくって先輩のちょうどリハーサル、エコパのリハーサルとかがあった時に先輩方のね靴をめっちゃ見てたんですよ。そう先輩方ってどういう靴履いてんのかなと思って、結構見学横で見てることが私たち多かったのでずっと靴見てて、そしたらニューバランスが多かったです。だからニューバランスいいのかなと思って次はニューバランスにしようかなとか考えたりしてました。履きやすいのかな、一番。履きやすそうなイメージはある。あと、鬼塚タイガーも好き。鬼塚タイガーなんだ。そう、先輩方の見てました。迷うじゃん。迷っちゃうから。なるべく足が痛くならないやつがいいなと。でも柔らかすぎてもあれだし硬すぎてもあれだから難しいよね。だからなんか今慣れてるから今の靴にちょっと変えたくないなと思ったり。ニューバランスの靴履きやすい、疲れない、やっぱそういうこと。やっぱだから先輩方使ってるのかな。ゼロポジ見てたからアリダスも多かったイメージ。あーアリダスも多いんだ。
ニューバランス握手会でずっと立ちっぱなしでも疲れない。え、すごくない？ニューバランスにしよっかな。ちょっとニューバランス調べていいですか。今日携帯持ってきたんですよ、前の携帯だけど。そうだよね、個人差で。スニーカーなのか、いろんな色がある、いろんな色あるかな、いいですね。私なんか人と被るのがあまり好きじゃないタイプなんですけど、そうだから結構変わったものとか選んだりしてるんですよ。高校の時とか、最初リュック買う時とか周りと被りたくなくて、なんかあんまり周りが持ってないようなリュック買ったりしてた。大型ってそうなの？ AB 型なんですけど、そう、すごい昔からそうで、かぶりたくないんですよね。なんかお揃いにするのは好きなんですけど、誰か友達ととか、なんか被るっていうのがあんまり好きじゃなくて、個性が強いんじゃん。本当だね、個性が強いのか。スニーカーは何色が好きか。私基本なんだろう、白黒しか買わないんですよね。しかも黒の面積が多い白黒ばっかり買ってる。今はスケッチャーズなんですけど、前はバンズ使ってて、あれバンズ、バンスか、あれバンズか、バンズだ、あちゃあちゃの、そう、白黒のね靴を使ってたんですよ。白黒ばっかな、本当に。そう、なんか汚したくないから薄い色はあんまりね買えなくて、で結局黒になっちゃうんですよね。欲しいんですけど、ね、何、まああんまり黄色とかはそのあんまり履かないんですけど、なんだろう、薄い色、薄ピンクとか白とかも欲しいんですけどね、なかなかさ、怖くない、なんか汚れちゃうのが悲しいから。うん、そうね、なかなか靴をさ洗っちゃったら使えないじゃん、ね、毎回汚れて洗ったら大変だし、めっちゃ汚れ気にしてさ、白い服とかもあんまり買えないんだよね。でもなんか黒の服着るとなんか運気下がるような気がしちゃってなんか明るい色着た方がいいのかなとか思って、だからそう最近は白を買うようになったのかな。もうなんかそんなん気にしてたらしょうがないって思う時もあるけど、靴はね結構汚れやすいからさ、服だったらまあ醤油こぼさないように気をつければいいやとか思うけどね。白だと雨降ると泣きたくなる、あー泥とか絶対つくよね、俺と同じ考え方。そう、なんか黒ってなんかあまり良くなさそう、一番着やすいけど、人によるかもしれないけどね。ハートありがとうございます。みーちゃん潔癖なのか、潔癖じゃないよ、潔癖ではない、シルバーならいいかな。あー、なんかシルバーのキラキラとかち
人欲しいなって最近思ってる。キラキラしたなんだろう、あのラメみたいな感じの靴も可愛いなって思いますね。夏とか可愛い、こういう何シルバー系が可愛いなって思います。ねえ醤油ね、気をつけてもこぼしちゃうから。うん、あそう、黒はそうそうそう、黒は黒で犬の毛が目立つので、で結局グレーとかグレーとか買っちゃったりするけど、本当は白とか欲しいんだよね。すぐなんかこぼしちゃったり、すぐつけちゃったりするからさ。スニーカーは何足持ってるの？全然持ってないです。なんか気に入ったのをずっと使うタイプなので、ずっとスケッチャーズ履いてます。そうずっと履いてる、もうすごい履きやすくて好きなんです。一応バンズもまだあるけど、うん、あとコンバースも気になりますね。コンバース結構有名な靴、持ってる方いますか？コンバースの靴。なんかすごい買おうか悩んで悩んで結局買ったことないですね。お兄ちゃんフォローしましてありがとうございます。レッスンシスは汚れてなんぼ、汚れがアンテナじゃないかな。あ、レッスンシューズはうーん確かに汚れてもまあ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 って感じですね。レッスンシューズはいいんですけどね、外に出るね靴がね。かっこいいよねコンバース。コンバース欲しいの。口からがコンバースのオールスターの白いレザー履いてます。なるほど、白白、やっぱコンバースだったら白欲しいですねでも絶対汚しちゃいそう。ワン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 、こんにちは。ちょっと今日は何ですかね、あのストレスが溜まってるんでしょうか。今日はいつもよりも100倍ぐらい元気ですね。チョコさん、そうそう正解、チョコさんです。無印の白いもいいよ。無印の靴ですか？なんか無印安全安心って感じ。無印好きですね。あ、トランプ忘れてた。ありがとうございます。なんて書こう。スニーカーにサイズ、スニーカーのサイズはものによるんですよね。23か 23.5、 なんか会社による、靴の会社によって変わってくるんですけど、同じ靴履き続けると雑菌がたまります。まあ靴はね、まあ洗った方がいいですね。何回か履いたらね。
靴ずれ線なら OK。 そう、実際履いてみないと本当にわからないですね。そう、スケッチャーズのその靴を買いに行った時もすごいなんか何回も履き直して履き直してってのを繰り返してました。そう、本当にメーカーによってさ全然違うから、いあんまりね言えないんです。 23.5 とか言ってもまた、なんだろう、靴スニーカーとサンダルでも違うし、ヒールってなるとさらに変わってきちゃう。自粛しすぎて久々に靴、革靴履いたら靴ずれした。うわ痛い痛い、靴ずれって本当に痛いよね。私も何回も靴ずれしたことある。履き終わったら除菌消臭スプレーかけるという、すごい、なんかでも本当はそういうことした方がいいんですよね。コンバースって戦地表記じゃなかったよね。 SML か、 SML が一番ちょっとあれかも、厳しいかも。ハートありがとうございます。通販で買うと結構な確率で失敗する。通販失敗そうだね。なんか服よりも分かんないかも。靴ずれと言ったらエコパですね。本当にエコパですね。エコパは 23.5 って話したのかな、23にしたのかな、結局緩くてみたいな謎ですね。だからそう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 、本当に私の足どうなってんだろうって感じ。ABC マートに行きましょう。サイズ合わせたんですよ、ちゃんと衣装合わせの時に合わせてるはずなんですけど、なんか本番違くて、よいしょ、ハートありがとうございます。そうだからいろいろ詰めていただいたんですけど、体調で変わるのかな、分かんないけど、結構なんかみんなそうだった。あ、急に足痩せ、体重って言ったら足も痩せるのかな。それ聞いてから渚のイメージ見るたび心配になる。大丈夫、顔には出てないし、もう一見多分何も分かんないですよね。あと私たちイヤリングもしてたじゃないですか。そうイヤリングしてて、イヤリングもピアスの子とかなら全然大丈夫なんですけど、イヤリング勢は本当に取れそうで怖くって、なんか私一回踊ってたらなんか取れそうって思いながら踊ってたからなのか、なんか一瞬取れた気がしちゃって、うわ今イヤリング落ちたと思って、しまったと思ったらついてたんですよね、幻覚、びっくりした。今でも覚えてる、どこだったかな、なんかここぐらいの時かな、なんか落ちた気がしたんです一瞬、ここからストンってピョンって落ちてなかった。あのイヤリング本当に可愛いんですよ、渚のイメージのイヤリングがすごい可愛くて、私物で買い取りたいぐらい可愛かったです。それは怖いよね、私も怖かった。なんかあれですね、思い込みって怖いなって思いました。いやなくしはしないと思う、ステージ上に残るけど、なんかポロってなんか落ちたら怖いよね、誰かがさ踏んじゃったら怖いし。
落ちてたはずの髪飾りがついてたとか怪奇現象をよく切る。怖くないですか。それはでも気のせいだったのかな、落ちてたって思っただけだったのかな。落ちてもポーカーフェイス、もちろんポーカーフェイス得意なんで。ほらありがとうございます。イヤリング購入先聞いたら本当に聞きたい。めっちゃ可愛いんですよあのイヤリング、普段でもつけたいぐらい。買い取らせてください。ポカフェイス得意か。マリゾーなんか顔に出さないことにはできてる気がする。わかんない、バレてるのかもしれないけど周りの子に。握手会もポーカーフェイス、握手会ポーカーフェイスなんだ。 やばいよね。こんにちは。イヤリング耳痛くならない、ならなかった。うん、調節効くやつだったかな、違ったかな。イヤリングは大丈夫でしたね全然。以上の最初に出会った時髪飾り飛んできてびっくりしたことあった。え、髪飾り飛んできたんですか。え、でもあれ、あ、当たったのかな。危ないよね結構。怖くない、目に飛んできたらさ。でもあんだけ激しいダンスやってたら飛ばない方が難しいかもしれないですね。でないやっぱり。私も髪飾りを飛ばす勢いで踊りたいと思います。皆さん飛んで来ても大丈夫なように、あの常に構えておいてください。もし最善が当たったら2列目ぐらいまでも危ないかもしれない。私その見学させていただいて劇場、逆に髪飾りが取れないことに私驚きましたね。うん、すごいなんか取れそうじゃない、だけど全然取れないのに逆に私はあの感動してた。取れないんだと思って。拾ったらあの戻してください。立ち見まで飛ばしてください。立ち見まで飛ばすの結構な距離だよね、髪飾りが飛んでいくには。その時はあの素直にスタッフさんにお渡しください。欲しいかもしれないけどね。私も皆さんの立場で欲しい。亀かなり飛んできたらもうこうやってなっちゃうけど、亀かなりは飛ばしても舞台から落ちたりはしないでね。頑張ります。ねえ、帽子とかね、王冠とかね、王冠とかなんかすごいなと思います。亀飾り本当に。ハートありがとうございます。みーちゃんのだけもらってきます。ちゃんと返してください。私のね髪型でなくなっちゃうから、次の公演からなくなっちゃうからね。
それだけ髪飾りなしになっちゃう。ハートありがとうございます。それは悲しみ。スケインの飾りかわいいよね。早くつけたい。確かに何事もなかったようにメンバーが回収していくのを見るとよく見てるなって思う。すごいよね。なんかよくあるある、なんか誰かが落としたのをそっとこう拾って舞台袖に行くっていう。私もいつかねやってみたいって言ったら変だけど、そういうハプニングが起きた時でもね対応できるように周りをねちゃんと見ておきたいと思います。あー舞台袖投げて、確かにすごいよね。なんか不自然じゃないじゃん、自然にその場からこうさって。いつか私もやるかもしれないやりたい、やりたいはちょっと違うかもしれないけどね。みーちゃんはやられる側では、それはありえますね。そっか、そういうのもあるのか、やられる側かもしれない。それは言えてる。ハートありがとうございます。とても余裕がないと難しそう。絶対難しい。私は余裕があるとは思えないからやばそうだな。ゆいちゃんがはしゃいで落としまくるありそう。それはありそう、確かにけどまあきっともうガチガチに衣装さんが固めてくれると思うのでね確かにありそう。でもあれかも、ミレイちゃんがキレキレダンスして飛んでくっていうパターンもあるかもしれないよね。まあ誰でもキレキレダンスで飛んでくかもしれないけど。落としてバーッとマジマジするゆいちゃん想像できるまあゆいちゃんなら許されるね、全然 OK。 それもなんか可愛いかな、可愛いで、うん。あーマイクはね、マイク落としたらかなりまずいですね。それはもう SKE に限らずどこでもそうだと思うんですけど、マイクはやばいね。私もマイク落としちゃったらもう絶望的になっちゃうかもしれない。本当に一瞬で顔が歪んでると思います。
歪み顔。マイク持つ感じじゃないと全然慣れないです。まだ1回しか歌ってないからね。歌うのは そう、マイク高いからさ、多分それもあるよね。まだ髪飾り落としても、まあ、拾えばいいんじゃないですか。マイク落としたら多分あの音ね入んなくなっちゃったりしたら大変だからね。あー怖い怖い怖い、どうしましょう。マイク落とさない、マイクだけは落としたくない。結構あのレッスンでもダミーのやつを使ったりとか、まあ、本物のマイク使う時もあるんですけど、ダミーでも本当に扱い気をつけてるので、ダミーでもねあのお値段するものなので、だからそう日常的にはまあ気をつけているんですけど、怖いよ怖い怖い怖い。マイク結構重い結構重い、うん結構重いです。そうなんだろう、私たちはまだマイクとかも慣れてなかったから、その初めてマイク持つ人だったら多分マイクのさ持ち方、持ち方なんていうの、マイクがさそのこう普通はこうじゃん、これぐらいなんだけど、こうなっちゃう人も多分いると思うし、多分こうなっちゃう人もいるから。そうだからあの私たちはダミーでまずはあの練習ちゃんとあのちゃんとした位置で持てるように練習してましたね。そうでも本当にそういう練習しないと、もうこんなんなんて歌ってたかもしれないから。で私もともと持ち方が結構違ったんですよ人と。なんかないかな、なんもないか。あの何かない、あリップでいいや。例えばリップだったらこう持つじゃないですかマイクって。私こう持っちゃうんですよ、こうやって歌う癖があって、あのオーディションのあの映像、青春の宝石のあれを見ていただいたら多分わかるんですけど、私こうやって持ってるんです、こうやってこうやって持つ癖があって、そうぜひあのまだ録画残ってるよって方とかいたらもう一回見たらわかると思うんですけど、そうもともとこういう持ち方してて、まああんまりカラオケ行かないっていうのもあるんですけど、握ってない、そうこうやって持ってんの、こうやって立ってたから。でもなんかテレビで可愛いありがとうございます、なんかこうやって持った方がなんかいいみたいなのを前テレビで見たことあって、だから私合ってんだと思ってて、そしたらもう踊る時はこっちの方がいいよってあの教えていただいて、だからそっからボイスレッスンで直しましたねこっち。そうなんだろうな、なんでだったっけ忘れちゃったけど、まっすぐなるのかなこっちの方が演歌歌手みたい。確かにこうやってねそう思っててぜひ見てほしい見てほしいっていうかオーディションの番組で多分いいパーツでわかります。明らかに持ち方が違う、バンドのボーカルっぽい持ち方あ、こういう人もいますよね。
もこれもさまっすぐになる、なんかちょっと上ぐらいがいいんだっけ、マイクあれ違ったか。そう握ってた方がその激しいダンス、まあ、渚だったら多分これでもいけるっちゃいけるんですけど、もっと激しいダンスだったら多分飛んでっちゃうからなのかな。ねいるよねこういう人もね。確かにこれもなんか私は安定していいなって思う。でもやっぱこうなのかなって。私はもうカラオケとかするとこれでしたね。あ、ミレイちゃん、そうか、ミレイちゃんはこれだったね。ちょっと上の方だったんだよね。でも可愛いからオッケー。うん。可愛いからオッケー。初めて持ったからね、お披露目の時だよね。劇場でのお披露目の時。え、でも本当にコースよりかはこっちの方がいいんですよね。確か違ったかな、こっちの方がいいんだっけ、あこっちの方がいいのか、ちょっと分かんない。そう手汗本当にやばい。忍者が吹き矢を持つ持ち方みたいな。忍者の吹き矢の持ち方わかんないけど、うん、確かに顔見えなくなっちゃうか、こうやって言ってたのね。手汗かくよ、人間なので。人間なのでかきます、手汗めっちゃかく。本当にあのエコパの時は今年一番多いんじゃないかなってぐらい多かったです。こんなことこんなこと言っていいのか分かんないけど、人間なので本当に緊張したからね。でも握手会は魔法で手汗は出ないので安心してください。次回は魔法がかかるので、絶対出ないです、 100% 出ないです、手汗なんて。いや皆さんも緊張して、なんか初日は皆さんも緊張してそうですね。皆さんも手汗かいちゃうかもしれない。手汗飛んできたら怖いよ。ありがとうございます。誰もありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。緊張するよね握手会って、なんだろうね、楽しいはずだけど緊張するよね。私緊張すること、うん、なんだろう、緊張するなんて苦手なんですけど、でも握手会って楽しいよね。手汗確認しに行こうかと思ったら、ごめんなさい手汗じゃないんです。
誰もありがとうございます。緊張しやすいタイプ、緊張しやすいタイプですね。でもみきちゃんって全然緊張しないんですよ。すごくないですか。めっちゃ尊敬、本当に尊敬する。全然緊張しないの、あの子全然緊張しないみたいな、えっていう感じ。どう、みきちゃん、みきちゃんね緊張しないんだよね、本当にすごいなと思って。心臓、本当心臓強い、強いと思う。一回なんか緊張した時あったんだよね。でもそれがすごい珍しいなと思って。それぐらいね、普段は全然緊張しないみたいで。私はもう何事にも緊張してるんですけど、なんかダンスレッスンとかでも緊張するし、あのね、ダンス一人ずつ見たりとか、一人ずつやったりとか、すごいなと思って。私も緊張しない体が良かったですね。もう私もう何、学校とか発表会とかってないですか。発表会、発表、例えばね、なんか発表するみたいなとか、もう私本当に緊張して、私席替えでも緊張するんです。なんか席替え始まると私なんかもう震えてきちゃって、緊張でなんかブル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 なっちゃうんですよ。それはなんかおかしいなって思うんですけど、私は極度に結構緊張しいで、みきちゃんは全く緊張しないっていう真逆なんですよね、私たち。なんででしょうね。まあ、みんな楽しくさ、席替えだイエーイみたい な感じじゃないですか、最高みたいな。もう私一人で、一人っていうか一人ではないけど、私もうわー席替え嫌だーと思って。なんか何、結構席替えあるある、最初嫌だったけど最後になったらいいみたいな感じじゃないですか。だから結構最終的にはその席良かったりするんですよ。だから次の席は悪いだろうとか思っちゃいます。私くじ運がね悪いんですよ、めちゃ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 席替えのくじ運悪くって、ずっと前ばっかりと、前一番前か2番目か3番目かみたいな、全然後ろにならないんですよね。あと、ありがとうございます。で、私が一番好きな席は前から3番目の窓側ですね、が一番好きだった高1の頃なんですけど。窓側最高です。一番後ろもいいんですけど、一番後ろだとあのみんなが荷物取るから嫌だったんですよね。だから3番目の窓がめっちゃ良かったです。あの席良かったな。そう、人通り多いの苦手なので窓側は確かに暑いけど、もうその時はカーテン閉めます。その時から隅っこが好きなんですよね。そうそうそう、名前順、名前順、だから一番最初の席でした。まあ、日焼けはちょっとあるかもしれないけど、なんか廊下側だと廊下側でうるさいので窓側が好きでしたね。私のところはくじ引きでした。そう、端っこが大好きで私。そう、いだから早いの。そう、だから大体窓側ですね、いつも。まあ学校によるか。
窓側か廊下側かどっちかですね。もう真ん中が一番嫌です。本当に真ん中ら辺が本当に苦手。あ、学校の席ではね。さんが質問してない。部活は何部？今入ってないです。今は入ってないけど、前はチアでした。中学は吹奏楽部でしたよ。端の後ろはなった記憶がないですね。だからなんか端っこが好きだから、家の中でも端っこが好きなんですけど、私のね、一番好きな家の中の場所は、かわいい、ありがとうございます。冷蔵庫の前です。冷蔵庫の前が一番落ち着くんですよ。冷蔵庫の壁があって、ここに冷蔵庫があって、冷蔵庫にこう持たれながら携帯を見るのが一番落ち着く、私の好きな場所です。食べ物が近いし。食べ物が近い。そこは考えてなかったけど、そうだから一番邪魔なんですよ本当に。だからみんなが冷蔵庫に行ってさ、飲み物取りに来たりさ、アイス食べに来たりさするけど、本当に私がいつも邪魔だなって思ってるけど安心するから。別にいつもそこにいるわけじゃないんですけど、だいたい夜かな、夜ご飯食べてお腹いっぱいってなった後にそこで携帯見ますね。そこが一番好き。うん、こっちに冷蔵庫にこうもたれかかって、この角が好きなんですよ。冷蔵庫と壁のこの角が好きで、全く共感できんわ。なかなか難しいです。家によってね、家庭によって冷蔵庫の場所違うと思うので、きっと。あ、もう59分、わあ、もう2時になっちゃった。ソファーとかじゃない、ソファーもいいんですけど、こう頭を私はどこかに預けてたくて、頭が重いじゃないですか、人間の頭重いから、こう何、ソファーにこっちで頭を置くのもいいんですけど、こっちがいいんですよね、こう置きたくて。そうだからそこが一番私は好きですね。ぜひ気になった方は冷蔵庫にもたれかかってみてください。クッション置けばええやん。違うんだよ、硬さがいいの。硬さ、クッションはちょっと柔らかいんだよね。やってみます。本当に皆さんやってくれますか。くれぐれも家族に邪魔扱いされないようにだけ気をつけてください。私はもう家族みんなもきっと慣れてくれました、ずっといるから。冷蔵庫絶対だ、そんなに嫌だ。人によってね、本当冷蔵庫の位置違うからね、何とも言えないけど、とりあえず角っこが好きです私は。角、こうなった角が好き。持たれてるとたまに氷がガシャーンって音がしますね、びっくりする。
住みっこ暮らしをいつもね そこで生活してるわけではないんですけど、細かいこれちょっと共感も難しいです。もうあの全然私の勝手な独り言だと捉えておいてください。バラありがとうございます。AB 型ならではですよね、きっと。 AB 型こういうとこが AB 型なのかなって思ったりしますね。え、昨日はタンスに頭を寄せて携帯触ってました、夜中に夜中寝れなくて、寝れなくてじゃない、眠たくなくて、夜中にタンスに頭に乗っけて安定した場所で電気つけずに携帯触ってましたね。うん、これも多分共感してくれないと。AB 型ですか、分かりません。違うのかな、私の性格上の話か。いや話しかけてないよ、冷蔵庫に。冷蔵庫に話しかけてない。結構やばいよね、話しかけたらね今日の出来事とか話しかけてた。 AB 型ですよ、 AB 型です。そう、固めがいいですね基本は。やばいやばくないよ、ただ私のお気に入りの場所です。そこが普段の枕も固め、普段の枕は柔らかいのかな。枕固かったら多分頭痛くなっちゃいそうだね。冷蔵庫に名前つけてた、つけてないよ、つけてない、つけてない。枕使わない、あーでもわかるかも。私も基本枕からずれてますね、起きたら。やっぱり冷蔵庫のレイクね、名前つけてない、名前つけてない。アイスがいつも入ってる感じ。アイス入ってないんですよね、全然入ってないです。最近そこでアイス食べるのも好きですね、もたれながらアイス食べるのも。なんか変な人みたいになっちゃう、どうしよう。皆さん引かないでくださいね、本当に本当に。うん、個性です個性、うん、個性だと受け止めてください。変人とは受け止めないでください。ぜひその場面の写真をもまめに流します。結構ねこれ裏話なんですけど、
ブログに上げてる写真とか、割と冷蔵庫と壁のそこの壁で撮ってたりします。結構そこで自撮りすること多いです、実は。なんだろう、ちょっと写真見れないからわかんないけど、結構ね、そう、落ち着くから、落ち着くし光も入ってくるんですよ。そうだから綺麗に写真が写るので、そう、結構あの写真的にはいい感じの場所。あとで確認してハートありがとうございます。またもぐもぐ配信お願いします。了解です、喜んで。冷蔵庫との関係を匂わされたか匂わせたわけでもないんですけど、ね、あの写真の隣には冷蔵庫がいましたよく、うん、この前のブログは違うんですけど、いつのブログかな、結構あそこで撮ってます。モバメに送った写真とかもあそこで撮ってるのも多かったりするかな。前自分の部屋に困らないタイプ、全然困りません。基本リビング、本当にリビングにずっと。まさかの裏話まあ予想してね、これかな、これが冷蔵庫の隣の壁かなって思いながら、じゃあもう一回見てみてくださいそうそうそう、冷蔵庫の前がねいいんです、写真的にもね。今も冷蔵庫、ここは違うよ、ここはもう全然冷蔵庫なんてございません。はい、ということで、じゃあちょっとだけ延長しましたけどはい、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。冷蔵庫の前からの配信来た、多分家族誰もいない時しかできない。はい、じゃあランキング見ます、あ、ランキング目録します。じゃあ13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。いてててててて、では私はこの後冷蔵庫の横に行こうかな嘘です、ちょっとやらなきゃいけないことあるので頑張ります。で皆さんも今日も頑張りましょう。まだまだ今日も長いので、明日はもう月曜日ですね、平日になっちゃうので、明日は20時からやります。夜の、ぜひ夜の配信も、夜の配信、明日の夜の配信も来てください。今日も配信見てくれてありがとうございました。明日お仕事の方多いと思いますが、皆さんお仕事、学校、家事頑張ってください。私も頑張ります。じゃあ皆さんまた明日お会いしましょう。バイバーイバイバーイ、またね。あ、夜勤頑張ってください。また明日、バイバイ。
おやすみなさい、バイバーイ。